さらに2メートル2センチのハ・ウンジュ。ただちょっと不気味な存在ですよね。韓国にこれかなり激しいプレーがありました。球場を作ってスクリーンを掛け合ってフリーを作るということですね。またオフェンスファウルか。だね、最初からこれは突き飛ばしてさらに体で押してというプレーです。これはやりすぎですね。なんですが韓国ボールが入りません。これはオフェンスファウルでしょう。ですよね、なんか韓国バスケットらしくないんですよね、こういうところで。センターが、私たちこういうのよくゴリゴリ系って言ったりしますけども、ここで打てばというところですが、打ってきました。あっと、かなり掴んだり、まあ今なんかもそうですね。4番のキムゴミです。ちょっとおば選手でも効きますね。はい、そうですね。これゴール下もかなり当たってる。またやりました。これレフリーも相当見てますね。はい、ちゃんと見てると思います。ションソンファは4つで、いやこれはちょっと、あまりファールの質としても